恐山菩提寺は日本三大霊地に数えられ、862年に慈覚大師円仁が東国の彼方30日余りのところに霊地があり、地蔵尊像を安置せよとの夢のお告げにより、山寺立石寺に次いでこの地を訪れ、開山したと伝えられています。いくつもの地獄をめぐり、やがて宇曽利湖畔に出ると、白い砂の極楽ヶ浜があり、さまよう仏たちが救われる景色が広がっています。自然を愛する文人大町啓月は、初秋の十和田湖を訪れ、あまりの美しさにその景色を、日光に勝るとも劣らぬまさに天下の絶景と褒めたたえ、大正14年に蔦田温泉に居を移し、極楽の小ゆる峠の一休み、蔦の入れ湯に身をば清めてと自生の句を歌い、6月10日に57歳の多彩な人生に幕を下ろしました。
十和田湖畔に立つ乙女の像、詩人にして彫刻家であった高村光太郎の作として知られており、十和田湖の美しさに深く感動した。湖上を遊覧しているうちにいくつも制作イメージが湧いた。私は明治の人だから明治の人として物を作りたいと言い、文字通り十和田湖のシンボルになっています。完成後にあれは千恵子夫人の顔と言われるようになったが、千恵子だという人があってもいいし、そうでない人があってもいい。見る人が決めればいいと光太郎は答えています。